星のカービィシリーズ星のカービィトリプルデラックス星のカービィトリプルデラックスはニンテンドーから2014年1月11日発売のニンテンドー d 3DS 用ゲームソフト星のカービィシリーズ初のニンテンドー d 3DS 向けタイトルとして2013年10月1日のニンテンドーダイレクト2013.101にて発表された前作 星のカービィウィーから約2年ぶりであり、携帯ゲーム機のメインシリーズ完全新作としては、星のカービィ3乗、ドロッチェダン以来約7年ぶりである。ゲームシステムやグラフィックは主に前作をベースにしている。3DS の奥行きのある立体紙を利用した、画面の奥や手前に移動したり、奥から敵やトラップが攻撃、出現するなど、星のカービィ64でも見られた。 立体感を利用した仕掛けが用意されている。カービィがゲーム画面に叩きつけられるなどの第四の壁を使った演出も行われる。3DS の傾き感知センサーを利用して 3DS 本体を傾けて操作するギミックも多数存在する。セーブファイルは3つある。各レベルのボスステージおよび各レベルのエクストラステージに行くには各ステージにいくつかある。 サンストーンを指定された数以上入手しなければならない。今作は携帯が変化するボスキャラが多く、携帯変化ごとにポーズ時の解説が用意されているものが多い。その際にスペシャルページと表記されている。今回新アクションとしてその場回避、空中回避が追加された。その場回避はガード中に十字キーの下を押すとカービーが 敵の攻撃をその場で回避する。また空中で L、R ボタンを押すと空中で敵の攻撃を回避する空中回避が発動する。また前作にあった頑張り吸い込みは名称こそ削除されたがシステムとしては残っておりボタンの長押しで大きな敵やブロックなどをまとめて吸い込めるようになっている。床の陰で敵の位置を確認しながら進まないとカービィ に接触する敵がわからない、頻繁に視点が切り替わるボス戦、初見者の意表をついた軌道の攻撃など、トリッキーな場面が多くシリーズの中ではダメージを、食らいやすい場面が多い。そのためカービィの初期残機が今までのシリーズより多めに設定されていたり、残機を増やしやすい構成になっており、リスタート地点がチェックポイント制ではなく、倒されたその場からになっている。 いつも通りの平和なプププランドのある朝、カービーの家が謎のツタによって夜中のうちに空中に釣り上げられてしまった。寝起きの状態で、それに気づいたカービーはデデデ城も自分の家と同じ状況になっているのを見て慌てて城に向かう。すると城の中に謎の敵タランザが潜入し、衛兵のワドルギモロトモでデデ大王を不思議な力で無力化し、 デデデ大王を連れ去ってしまう。デデデ大王を助けるために、カービィは家や城を釣り上げた巨大な植物、ワールドツリーを登って、冬大陸フロラルドへと向かう。これまでの作品に登場したキャラクター新たに、登場するキャラクター各レベルの EX ステージや、デデデデコーに出現する中ボスは、名前の後にデラックスがついており、より強力になっている。さらに、 体力が半分以下になると奥行きを使った技を繰り出してくる。また、ブロッキーとグランドウィリーはデザインが新しく変更されている。各ボスは一定のサンストーンを集めなければ戦うことができない。また、デデデデコー。新格闘への道では名前の後にデラックスがついており強化されている。ストーリーモードの舞台となる浮遊大陸。 全部で6つの島が浮遊している。エリア名の頭文字をつなげると、フラワー。つまり、花となる。さらにレベル7の頭文字もつなげると、フラワードになり、ラストボス戦からエンディングにかけての重大なキーワードとなる。各エリアの通常ステージに隠されたサンストーンをすべて集めると、エクストラステージをプレイすることができる。また、ストーリーモードをクリアすると、 の売り欲をためし部屋がオープンする。全7種類のステージで対戦が行われる。みんなで、や、トレーニングでは、7つのステージを任意、またはランダムで選択することができる。ホイールを除き既存のコピー能力に関しては、前作のものをベースとしているが、一部の能力の技が、削除、追加されている。両手で持つため、吸い込みやホバリングなど多くの動作が制限されてしまう。 ステージの様々な場所にカービィの歴史が詰まったキーホルダーが隠されている。ゴールすると獲得したキーホルダーが判明する。キーホルダーは全256種類あり、任天堂 t e ー d 3DS のゲームコインで購入したり、すれ違い通信で交換することも可能。また、通常のキーホルダーとレアキーホルダーの2種類があり、レアキーホルダーは各ステージのどこかに隠されている。 サブゲームのうち、カービィファイターズと、大王のデデデデデンはそれぞれ新しい要素を追加し、2014年7月23日に、3DS ダウンロードソフト、カービィファイターズ Z、デデデ大王のーデデデデ、デン Z として、単独ゲーム化された。カービィファイターズ Z、デデデデ王のオデデデデ、デン Z カービィファイターズ Z に関するカテゴリー、デデデ大王のーデデデデデ、デン Z に関するカテゴリー。 ありがとうございます。